お子さんをね、身ごもったあのお母さんが撮りがちなショットだと思うんですけど、はい、こちらになります。マタニティフォトじゃないけど、やっぱあの仕上げてきましたね。ムード歌謡コーラスグループ純烈が2冊目となる純烈写真集セカンドラブストーリーを発売し、会見を行いました。今回は写真集の第2弾ということで、決まった時のお気持ちを教えてください。またやんのかよです、はい、まあ、でも本当にあの写真集というのはなんていうんですかね、恥ずかしいですけども、沖縄に行けるっていうことが、まあ、純烈にとっては大きいかなっていう感じで、積極的にやりたいお仕事ではないんですけど、ファンの皆さんが、まあ、第1弾見て喜んでくださってるっていうのもあったので、まあ家族を養うために頑張ろうってそういう感じですね、はい、僕はそんな感じです。一番印象深かった撮影シーンなどありましたら、皆様それぞれお伺いできますでしょうか。この写真集って、まあ、前回同様自分たち結構あの脱いだりとかしてることが多いんですけれども、それじゃないところ、メンバーみんなでオープンカーに乗って写真を撮らせていただいたんですけれども、うん、なかなかそういったシチュエーションっていうのがなかったので今まで。確かに、うん、なので僕はそこのシーンが印象的かなって思いますね。沖縄の空の下でオープンカー、うん、ものすごく気持ちよかったですよ、はい、めっちゃ曇ってきて雨降ってきた、うん、OK 出た瞬間に土砂降りでしたから、ね、早よ取れ早よ取れっつってね、焦った思いが、あ、危なかったです。30分ずれたらびしょびしょになった、ね、そうそんな思い出ありますね。僕はやっぱいつの間にかパンツ一丁になってる前回と同じ、僕トップバッターじゃなくて一番最後で、みんなメンバーがね、そのパソコンに出来上がった写真あるじゃないですか。みんななんか自分でこう自分でケツ出してるんですよ。でも最初は服着てて、襟持って格好つけてくださいってとこから始まって、ボタン外してくださいみたいなことをやってると、うん、もう我に返った時にはパンツ一丁なんですよ。まあでも下着も結構セクシーな下着しか置いてなかったので、最終的には脱がされるんだろうなと思いましたけど。そうやな、もう脱がな終われへんみたいなところもあったかもしれない。僕今日履いてきましたよ、あの撮影の時の下着。もう半分ぐらい透けてるんで、今とてもお見せできる状態じゃないですけど。うまいのよ、とにかく乗せるのが、ね、本当にすごいですからね。オレオレ詐欺の集団とかなったらすごいことになると思うよ。やめてください。乗せるのがうまいから、ね、下向いてる方がほとんどで、地面師みたいなとこあるよね面白いけどね、ドラマはね。それが一面になってしまいますお願いしますよ、本当にね。前回のは結構道を歩いてる、ちょっとスタンドバイミー的な、小田井さんもいる時代の4人のショットで、で結構その中身脱いでますみたいなことを言いまくってたんですよ、うん、でやっぱりマダムが綺麗な方が買いやすいと、まあまあまあ、そういう結論にスタッフが達して、うん、で今回は表紙は普通にレジで出しても買いやすく、中開いたらエロ本というそういう仕組みです。でも皆様そのために体を絞ったりっていうことはされたんでしょうか。しました。日々の努力が一番早い。してねえだろ一番早く答えたしてないでしょしてないし、嘘と言うかもな訴えますよ、そういうこと言ってると。ちょっとイケメンだからってそういうこと言ってた。何言ってるんですか本当に。私は全然体作ってないって言ってたじゃないですか本当に。逆に太らせましたね。なぜ。やっぱり彼らを光らせるために絶対違います。食べたいものを食べたいだけなんですよ本当にもう作りましたか体。作りましたよ。作りましたね。やっぱりあの岩永がものすごく体いい体をしてるんですよ、まあそうね、やっぱりちょっと負けてられないなっていうことで、やっぱファンの人たちも喜んでもらえるようなそんな体をちょっと仕上げてきたつもりです、はい。今回おじかわいいというキャッチフレーズがついてますけれども、皆さんが自分のおじかわいいベストショットっていうのを紹介していただいてもいいですか。やっぱりこれはお子さんをね、身ごもったあのお母さんが撮りがちなショットだと思うんですけど、こちらになります。マタニティフォトじゃないけど、やっぱあの仕上げてきましたね。やっぱり素晴らしいですね。こんだけ太ってて写真集の仲間入りさせてくれるのは、やっぱりあんたら3人がかっこいいからなんで、ちょっと感謝ですよ、ほんまに。私はこのアップの顔、これは多分ファンの皆さんはなかなかこうお目にかかれないようなそんな顔なんじゃないのかなというふうに思いますね。ちょっとなんか IKKO さんの素顔みたいな顔。どんだけやだそんな元気よくやってくれるの。僕あの
このページにある実際プールサイドで撮った写真たちですかね。プールサイドでのポーズバリエーションとかもやっぱ分からないんですよね自分だと。それ全部教えてもらったっていうのが酒井さん笑いすぎです。いいです、いいなと思って、いい初めてバカにしてるじゃないですか僕自分だけのあれじゃないんですけど、4人で撮ってるバーベキューの、まあ、自分で言ってなんか、まあ、笑ってるかっていうか、はい、まあ、これ多分本当になんかバカ話して本当に受けたシーンだと思うんですけど、なんか慰安旅行みたいな慰安旅行ますよ ね。やっぱり沖縄っていうだけでそういう感じになったし、あとは沖縄のあのなんだろうタレントの仲間とかね、はい、そういう人たちとも晩ご飯食べれたりとかもあったし、やっぱりあの半分はお休みみたいな感覚で行けたのがすごいやっぱ嬉しかったですね。